どうしたの、ハル。チッチと尻尾取りしてて、チッチが逃げてて、ヒーちゃんが追いかけた時に自分ですってんコロリンしたの、角で。ヒーちゃん、ママがそれお湯で洗ってあげるから。ガツッとみかんのグミあげるよ。オッケー。洗って消毒だ。消毒。いやいや。いや、頑張れないこりゃ。これあげれないだ。でも頑張ればこれあげるけど。いる？あらよ。あらいなちゃん。あん。食べてるうちに早く洗わないと。靴下脱ぐよ。でもくちゃくちゃ。何が言うんだ。ママが後でそのかさぶたペリペリしてやったんや。かさぶた剥がすの大好きママ。怖いこと言ってる。いつも春のかさぶたママ剥がすでしょ。うん。いいじゃん、お椅子座ってごらん、そこ。いいじゃん、お座りしてごらん、大丈夫。それより鼻水が大変だからティッシュ持ってきて。ほらアンパンマンで拭いてくれてるよ。はい、じゃあ鼻鼻。はい。いいね。ガツンとみかんをお口パク。ガツンとみかんパパにあーん。あーん喉になった。パソコンは今こすってるぐらいかな、そんな深くはなさそう。あ、痛しいね。おかえり。痛いかった。早く行って。痛い。早く行って。どこ痛い。うわこうさ、足を出す季節になるとこういうことが毎回起こる。ヤブ、こっちの傷口の方でかいでちゅね。うわ、リーちゃん見た初めてでしょ。でっかいです。ガツンとみかん、ありましょう。えあ、え、でっかい。ベッドにあれパパが待機してんのが面白い。の大好きな絆創膏だよ。最後に仕上げにパパの唾かけとくか、ペッペって。歩くのは痛い。歩くのは痛い。じゃあいいじゃん、見たときは。正解。兄ちゃん、足で歩くのがいいですよ。手で歩けばいいんだよ。歩けてる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 。
でも、チッチ。ないちゃん。スカートまくれ上がってるけど、バイバイ。こっち。そっちじゃない。犬も大騒ぎ。兄ちゃん、怪我大丈夫？おじちゃんがいいものくれるってドンキホーテのおじちゃんが。プレゼントがありますよ。このままでいいですよ。はい。何それ？ステッキですよ。ステッキ。スイッチオン。3本目のステッキ来た。はい。はい。明るくて見えない。はい、ちょっとだけ光ります。夜見ようね。おじさんはね、最初ねこのハッピーがねぐるぐる回ると思ったんだ。でもね一切回んないんだよ、ね。やっぱり素敵なステッキは光るだけだった。そうそう。これこれ光るステッキ10円。高くだね。じゃあ次ママ。え、私もあるのか。おるよ。それだよ。はい、韓国好きでしょ。はい。K-POP のアイドル好きでしょ。はい。K-POP のアイドルは、はい、髪の毛をさ、いろんな色に変えておしゃれしてるでしょ。はい。はい、じゃあママには、はい。挟んで色塗るやつでーす。ちょっと待って。なんであえてグリーンなの？え、グリーンしかなかったんだよ。ね、ピンクがいいんだけど、うん、私。パパにもありますよ。やったぜ。パパには仕事で使えたりとかするから癒されてほしい。ザ・プラターズの、ベスト CD でございますね。何プラターズって知らないんだけど。知らんの？ほら見てほら、もう1曲目はい。オンリーユーってほら、これ有名だろこれ。なるほどね、知ってる。モーニングコーヒー飲みながらこれ聞いてさ、優雅なひとときを過ごしてくれよ。モーニングコーヒー飲むんだったらモーニング娘。のモーニングコーヒーがちょっと懐かしい。それも懐かしいけど、車のナビだった CD 聴けるからね。問題はあのこれかけるとちょっとね、うん、ママから K-POP にしてって言われるかもしれないんだけど。オンリーユーは名曲だから大丈夫だよ。これフリスビーもらった。CD コンパクトにし、オンリーユーだぞ。ちゃんと名曲なんだよね。そう、名曲だから。 ありがとうございます。そうだよ。いいか、はるきくん。はい。はるきくんはパズル好きですか？そんなに好きではありません。はい、暗黒地獄という、全部黒です。面白い。全部黒です。超むずいやつ。超むずいぞ。あ、高い。うん、480円。あ、高いだろ。ひーちゃん、ひーちゃんのは？ひーちゃんは10円。ひーちゃん10円です。安いの？安い、お得なんだよ、ひーちゃんの。やったー。で、あれはもうこれは400は一番高いからね。大変難しい、わかんないって。じゃあパニックになっちゃったら、一回癒し用のジグソーパズルも買ってきましたんで、フナッシーのジグソーパズルで。色が汗出る。汗出る。全然売れなかったんだろうな。110円。全然売れなかったんだろうな。150ピース。ナッシーに失礼だぞ、それは。そうだろうな。あ、ひーちゃんが欲しいそうです。ひーちゃん欲しいね。で、なんと、え、ハルくん誕生日だったんだね最近ね。誕生日プレゼントもあるよ。誕生日プレゼントはふなっしーのさっきと違うやつの、ジグソーパズルです。いや、持ちもしないよほら。あ、ひなちゃんがやるって。ひなちゃんやる、これひなっしーになるのか。ひなっしーだいぶ色あせてるけど中身は大丈夫だからな、よかったね。痛いの忘れられるね。ほら見て見て、シール入ってるな。いか、絶対できなくない？これ全部真っ黒だからね。絶対無理だと思うんだけど。全部真っ黒。なんか中二病みたいな柄のほらシール入ってるわ。言い方な。今度自転車のヘルメット後ろ貼っとけば。ダッソ。メーカーに失礼だろ。はい、じゃあひーちゃん傷口に貼りますよ。